まずこちらは石なぎです。そして清涼と思います。から向こうがブリ、手前本マグロ、そして油目、これ標準なのはアイナメですね。青森では油目です。次のフィルパイン TV、青森三泊旅行の3日目の後半編となります。鶴の卵でね、ここから900メートルのね、鶴の卵さんで、担々麺閻魔殺しいただいて、戻ってきました山田温泉のお部屋でございます。の部屋付き風呂、これ部屋じゃないね、風呂って、ね、部屋付きのお風呂です。今日はですね、この後また急遽ですね、別の店開拓しようと思ってたんですけど、当初はやっぱり今日今晩ですね、また昨日と同じで福山に行こうと思ったんですが、昨日伺ったらですね、まあ、今日団体の予約が入っているので、昨日と全く同じ料理だけをね、でアラカルトなしで良ければ構いませんということでね、いただきましたので、その通りにさせていただくということで、昨日の後半の動画と今日のこの後半の動画ほぼ全く同じ内容になるんじゃないかって説があって、日本酒の種類だけが変わるのではないか説でございます。さあ、とりあえずですね、汗だくないの本当の閻魔殺しはめちゃめちゃ汗かきましたんでね、汗をまず軽く流してから入りましょう。はい、やっぱりこんだけ絞れば42度強には下がりましたね。あらい洪水です。はい、スーパーヌルヌル、そして、モール臭、油臭、モール臭、それからね、菊漬けの油臭、そして、このね、周りの木の浴槽の浴室の香りが充満しております。素晴らしい。そして、スーパートロトロな肌触り。これもうね、入って、汗かくと汗とともに出てきた皮脂で、またね、炭酸水素イオンと炭酸イオンの働きでヌルヌルになるってことなんでね、もう無限ぬるぬるループですか、これは。今日噛みまくりだけどね。はい。はぁ、あ。しかし、余裕ですね。42度強だとね、まあ、なんか、さっきも同じことを前半でも喋った気がしますけどね。42度強だと、出たり入ったり普通にバンバンできるんで、ありがたいですね。はい、ようやく昨日の2分割したうちの、後半編ね、多分今この喋っているこの動画とほぼ同じ内容になっているんですね。やっと円弧が始められまして、使っています。14時にね、使ってから、これで4度目ですね、使うのね。あれですね、激辛動画を、配信してからまた使って、編集がに飽きたら使ってって繰り返して4回目の入浴です。まあ正直、そのね、中2回はもうね、1分も使ってなかったって話ですけど、これもう42度まで落ちましたね。素晴らしいですね。これは、長湯しても問題ないモードだな。ありがたい。ゆらゆらと入浴でございます。方向です。はい。今日も18時に乗り遅れてしまいましたが、昨日何時でもいいよというふうにおっしゃっていただいているので、甘えた次第です。本日、貸し切り営業ですけど、米沢だけね、お任せいただければ、特別に、入れてくださるということで、ありがたい限りですね。福さん、間違えません。こっち。中沼からスタートでございますね。いただきます。ベストな冷え方です。うわ、時間差できましたね。はい、お任せということで、本日の松の先付けですね、自家製豆腐、そしてナス冷製ポン酢ジュレがけということです。まずこの自家製豆腐からいただいてみましょう。
詰まってます。まあ、だしですね。あてにちょうど良い塩味。それ以上にやばい、濃すぎる、たまらん、止まらないんですが、涙を飲んで止めて日本酒にも合わせましょう。次ナスね。シューリーいっぱい取れちゃった。いっぱい取れるなんて。いただきましょう。お上品、ギリギリナスの風味が美味しさの上限まで来てます。そしてこのポズチレもね、ちょっと塩分控えめで酸味強め、うまい、出汁が強い、うまい。はい、というわけで今が来まして、日本酒です。今日は鳩政宗追い出せの酒ですね。特別純米酒をいただきましょう、ね、昨日と模様が同じチェイサーのやつとね、で色違いどっちも。おされですね。いただきましょう。昨日のフルーツで聞いたのよりもと、非常にごく普通の純米酒だけど、ちょっとやっぱり洒落た感じですね。なんだ、米のね、味が爽やかにします。普通の特別純米酒のすごくいいバージョンみたいなさ。爽やか。そして改めて豆腐に合わせてみましょう。うまい。がっつり昆布だしですね。そしてこちら、うまい。はい、で本日のお造りということでね、またこの豪華絢爛な、今日は4種類のお魚がございますね。まずこちらは石ニャギです。そして西魚だと思います。から向こうがブリ、手前本マグロ、そして油目、これ標準ラーメンはアイナメですね。青森では油目です。さあ、こんなラインナップですが、実は岩見さん、石ニャギは生まれてから一度も食べたことがありません。バッチリいただいてもらいましょう。選択した白身はやばくないですか。よいしょ。面白いですね。結構血合いのところすごくコリコリします。そして、油が全体にこうまんべんなく乗ってますね。あんまりお醤油に溶け出してないんですけど、中にたっぷり入ってるから、すごく、爽やかな油ですね。口溶けが良くて、なんか独特の風味もありますし、酸味もあります。面白いね。はい、じゃあそして油目ですね。油目は一切れか。さあ、じゃあこれもいただいてみましょうね。これも白濁してますよ。めちゃめちゃ腹立った、口溶けますね。でも繊維も残って面白い口になるんじゃないですか。うまい。いやいや、本当にうまい。はい、じゃあ食べてみてみましょうね。天然ですね、これね。この時期らしい程よい油で、他のとうまい、臭みがない、夕食感じもしない、当たり前な天然だったから、いやー、甘いもんね。そしてマグロちゃんは昨日に引き続き、間違いがない味だよね。本当に美味しいんだよね。
当の油乗ってないのは青森で開けてるんだよね。これもそうです。美味しい。はい、では せっかくねロサタンを作ってわさびでもいただきましょう。石垣です。人生初結婚がね、体験ですか。うん、やっぱり違います。すごくこの、コリコリします。そして、結構わさび乗せたんですけど、それでもこのワイルドな油の、ワイルドな味だけどキメは細かい油が全然濃さが消えないね。わさびでもね、素晴らしいね。2杯目日本酒、2合目、白米の特別純米生原酒でございます。さあ、どんな味わいでしょうか。ヤンパイ的な味がするんですけど、ね、ナッツ的な味ですね。いわゆる米沢の勝手な味覚障害の下でいうナッツの味。へー、がっつり飲み応えありますね。ナッツ的な旨味がバーンと。余韻はあれですね、余韻がちょっと苦い感じがあります。だからアルコールは、アルコール、まあそれアルコールでしょうけど、いいですね。ファーストアタックめちゃめちゃうまいわ。ありがとうございます。はい、そして、今宵のおまかせ3品目がね、昨晩は、やっぱこの同じね、固形燃料台で、コンロで、本マグロ陶板焼きでしたけど、本日は、まあ、さっき中身はもう見せていただいたんですけど、お楽しみ、熱々になるまで熱してくださいという鍋系のものです。夏に鍋系いいね。待ちましょう。この夏のお鍋の正体はアデンでした。素晴らしい。グツグツいってますよ。なんすか。厚揚げ2種、ちくわ、ちくわ、はい、こんにゃく、そして椎茸に、大根に、卵。強烈な布陣ですね。はい、じゃあまずこの、これはあれですか、昆布、ごめん、ごぼう。何がごめんって思われますか。松は中央、あらかじめバッチリ染みてる状態から撮影してくる。うますぎる。本当に熱い。素晴らしい。てる人目最高。はい、あとこれは何、一人鍋だからここで割っちゃっていいでしょう。本当に豆腐ダチョウ倶楽部マジで、これあの筋みたい、東京のおでんの筋みたいな味ですね。もう筋は揚げてないけど、これそれを揚げたみたいな感じですね。面白い。状態でちょっとこれ危険なので、こっちにしましょうね。箸で刺しても怒られない。大根です。まさにダチョウ倶楽部ですけど、いただきます。あ、形が噛んでも崩れないけど口の中で崩れる素晴らしい茹でられ方。熱いけどうまい。うん、はい、さあこれこんにゃくを期待できるんじゃないかな。中までちょうどいい熱々になってる。
まで全部計算され尽くしてるってすごくないですかこれ。エビドランセーフ、そしてちくわですね。ちくわのおでんってめったに食べないよね最近。ムルザーの実家は子供の時はちくわオンリーのちくわが食べたことなかったですね。中学校ぐらいから食べるんだけど、もう40年以上前だからね。これちくわ自体が美味しいね。結構魚の量が多くないですかこれ。そしたら飲んでたい、まだ中は熱々だった、表面は冷めたけどうまい。延々とおでんを食べ続ける誰得動画、それに誰ともとこの動画全て誰得動画だから、はい。さてではこいつを最後に残しておきまして、卵、はい、あ、さっぱりお口にセットですね。ダメだ、うまく食べられない、これ崩壊の危機、崩壊しました。さあ急遽しいたけも投入。一番熱かった汁ブシューでした。うまい、ここほんとしいたけ美味しいよね。そしてしいたけの美味しく、あらゆるように美味しく使う方法も熟知というね。椎茸素晴らしい。過去天ぷらとかね、昨日のバター焼きとかいただきましたから、ほんとうまい。アクアクハフハフ。でも酒を飲むの忘れて食べておりますか。これじっくりこれつまみましたね。日本酒3号目ですね。後輩純米吟醸、これ花いかなですかね、はい、よく分かってないですけどね。やっていただいてみましょう。この吟醸がすごい。あ、そして割と味は強めですね。香りの華やいだ感じと油腹に、油腹ではないか、華やいだ感じからすると味がちょっとネタ味かなと思ったら結構濃い口ですね、はい、ガッツリします。こんなうまい。そしてフルーツが来るのでやっぱり甘く感じるっていうとかじたのでございます。すいません、これはうまいな。本日のお任せ、4種だね。福じゃないですか、やばくないですかこれね。あの正直単品で頼んで1600円、これ4品で1750円ってどういう価格なんだっていう。ありがとういただきましょう。あ、うまい。あ、はい、バッチリうまい。ちゃんと奥の味バッチリですね。本当だ。そう、アプリでも普通に取れるみたいですね。これ普通に何だ、この3年ぐらい前、あ、2年前か、2年前の春に行った新大阪の食堂の風、美味しいんじゃないかこれ。素晴らしい。そして今回純米吟醸めちゃめちゃうまい。風の華やいた味と吟醸感はバッチリですね。
だらだら食べるだけの動画になっていますが申し訳ない。これは私が近場、近未来、中未来、遠未来見返すための無料ストレージとして作ってる動画になっています。本日の4号目、4号目か、結局昨日の1号目の、ね、電習特別場に戻ってまいりました。おお、マスカット味、とんでもない、おいしい。はい、そしてなんとこの中であればということで特別にねオーダーさせていただきましたので楽しみですね。こちらのメニューから水いただきましたね。でも山盛りなんですけど、これでもう、これでラストってことで、多めに入れてくださいと思います。そしてこのね、水をこんなおしゃれなね、入れ物でね、器でいただくって何なのっていう、素晴らしすぎるでしょ、本当に。さあ、いただきましょう、水。ユネさんにとっては水はね、落ちちゃった。セーフ。うまい、本当にうまい、やばい、やめられない、止まらない、薄そうになってて、もともと青森の、青森ねぶた芸術闘争本部で、2001年に最初にいただいたのがね、あの時は水とホヤをね、刺身をいただきました。まあ、それ以来、水をまんですけど、これはバッチリうまいね。本当にカッパ入り鮮度体、程よいぬめり、そしてこの程よい塩です。ちょっとアテ用の塩の濃さですけどね、まあ、ご飯のおかずよりはあっさりぐらいかな。本当うまいな、この糸唐辛子も上位、彩りもいい、器も最高、味もセンスもあふれる副産ですね。本当ね、天然ホヤ刺身ですよね。まあ、さっきも言いかけましたけど、2001年に、まあ、から、まあ、青森に毎年来るようになったわけですが、その時にね、まあ、いわゆる青森に行った現地闘争本部でいただいた、まああのね、水のものです。これでいうと水ものね、ホヤと水を、まあ、水ものにさせて食べたんですが、ね、家庭料理とそこがね、数味、違うだけで別にどっちが悪いとかないですけど、お料理の名店いただきましょう。ホヤ、最近ホヤなんかしょっちゅう食べてる気がしますけど、あれはあくまでもどっかの不良焼肉屋で焼きホヤ食べてるだけだからね。よいしょ、さすがです。まさに天然ホヤ、これ、そう養殖とはバッチリ味が違うんだよ、ほんとびっくりなんだよ、さ、あー、いや、うまい、ほんとうまい。最近ね、焼いて食べてて、日本酒垂らして、焼肉ロースターで焼くってあれも最高にうまいんですけど、刺身でもバッチリうまいです、ほんと。これね、ホヤの酸味、甘味、塩味、酸味、苦味、全部あるやつ、もしかも濃いね、味はほんと濃いわ。雑味が少ない、ないとは言えないけど少ない。これが天然物だね、ほんとありがたい、ありがたい、ありがたい。逆にえぐみはちょっと強いかもしれないですね。それこれの大個性ですから、大好きでございますね。おいしい、はい、戻ってきましたね、山田先生。結局最後ね、もう酔っ払った、5合目だね、なんだ、電習特別純米ね、もういっぱい飲んだ、今、水になってた。はい、曲終わりました。ということなんで、
昨日はね、追加料理椎茸でしょ、今日水とホヤか、それで今日6600円でしたね。まあ差分はどっかと考えると、まあ後輩のね、花いかだですか、純米吟醸花いかだがちょっと高かったと思うんですけど、まあでもね、明らかに今日ね、お任せがね、先々一旦少ないけど、出てきてる刺身やばし、それから、なんだ、4品目がフグの唐揚げですか、あれ単品で1600円、1750円で4品というのとの整合性が全くないという、すいませんね、本当ありがとうございます。はい、42度今日、はいはい、ちょろちょろ完了です。はい、洗い場香水ありがとうございます。これもう昨日の動画編集してて思ったんですけど、福さんでの美味しい料理をね、意味もなく長く長く語ってる部分が長すぎるっていうね、まあ何度も言うように、このチャンネルはそもそも第一義的に夜さんがね、無料ストレージとして長い動画を置いといて、後ででへでへね、見直して、ね、マスターベーションするっていう、ね、まあ、物理的にするわけじゃないですけど、何を言ってんだ、そういう動画なのでね、一般向けは全く考えてないですけど、ね、なんで全然それでいいんですけども、しかし福さんだけじゃないんで、なんかやっぱり美味しい料理店に行くと語りたがっちゃうんだよね。でその語りって別に自分自身に対してもあんまり意味がないと思うんだけど、まあね、すいません、42度今日。というわけで本日の今日は国土強要支援情報館だ。というわけで本日の動画ここまでとさせていただきます。明日はまあもう帰還するだけ、朝によって帰還するだけなんですけども、それで1本お届けいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。噛んでるしかないよ、ほらいですいってもう